こです。私たち、ローハイドリームポップアイドル、逆さまです。よろしくお願いします。はい、今日は、神様さんの主催ライブに、お呼びいただき、ありがとうございます。ありがとうございます。すっごく嬉しいです。はい、なんか逆さまと神様ってすごい似てるから、様がね、シンパシー感じたりしました。半分一緒だもんね。はい、そしてそれと嬉しいお知らせがもう一個あります。はい、そう。今日28日はなんと CD、逆さまの初めてのシングル夢の果てまでものリリース日です。やったやっと発売日が来たという感じで、はい、今日から今日からいろんな CD ショップさんにも置かれるんですけど、物販にも置いてあるのでぜひお求めくださいなくださいな、お願いします、お願いします。はい、嬉しいこと、嬉しいことつながりでもう一つありまして、逆さまは3月17日に初めてのワンマンライブ、いつは逆さまワールドというものを、渋谷ツタヤオーネストさんで、やることになりまして、でそれのチケットは、CD も買える物販と、あとプレイガイド、各種プレイガイドさんで取り扱いを行っておりますので、よかったら本当にみんな集まってくれると嬉しいです。お願いします、お願いします。はい、それでは次の曲聴いてください。ウィンターマリンスの「また」
Thank you.
高様はこの後、平行物販で平行物販をやります。そちらもよろしくお願いします。以上、私たちノンハイドリンポップアイドル坂様でした。ありがとうございました。